こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドでゲームファイナルファンタジー10のテーマ曲ザナルカンドにて、こちら3拍子のピアノ曲なんですが、これを4拍子にしてリミックスというかリアレンジするというこのプロジェクト、いよいよすべての入力を終えまして、ミックスダウンに入ろうと思います。ミックスダウン、そうですね。まあ、音量調節ですね。はい。各楽器の音量を揃えてバランスを良くするということをいよいよやるので、通しで曲を聴くことになります。おかしなところがないかのチェックも含めてやってみましょう。はい、エンターボタンを押すと曲の頭に戻ります。はい、ここから再生いきます。まあここはねこれぐらいの音量でいいと思うんですよね。でここから1コードがずっと続くんですよね。これだといつまで続くのって感じになっちゃうんで、装飾音を入れている。この音量がいいんじゃないですか。
かがでしたでしょうか。こんなもんすかね。いいすかね。って聞いてどうすんだって、私が判断しないと。これでよしとします。はい、すごい変な曲になりましたけど、はい、これでよしとしたいと思います。ということで、どうすればいいんだこれは。ソングトゥーミュージック、これですね。はい、ソングトゥーミュージック、はい、タイトルはザナルカンド、フォービーツミックス、フォービービーツバージョンハウスミックス。はい、一応私の入れておきましょう。はい、こんなもんですね。ハイクオリティ、ハイクオリティですね。ハイクオリティで作りましょう。はい、はい、今作ってますね。メモリーが持つといいんですけどね。メモリーが持つといいんですけど、お、できました。6分13秒の曲ですか。へえ、そうですか。これちょっとコピーしてドキュメンツのところに。Thank you.
これで一応、まあ、やりだしたらキリがないんですけど、絵を描くのと油絵描くのと一緒で、やりだしたらキリがないんで、この辺にしときたいと思います。はい、では、ガレージバンドでゲームファイナルファンタジー10のテーマ曲ザラルカンドにて4拍子ハウスミックス、作品番号62、完成です。次回からはまた別の曲を作りたいと思います。今度はオリジナルでいきたいと思います。ぜひ、次回以降もご視聴いただけると幸いです。それではこの配信は以上となります。また別の配信、または次の配信でお会いしましょう。さようなら。